ごきげんよう、ベルです。今日もホエム文学 YouTuber です。本日は3月29日月曜日、春休みリーディング Vlog 始まるよ。いきなり変顔でごめんなさい。アンジャッシュ小島さんの初エッセイ本、俺の本だよ、大島さんの声で再生されますよね。これを読みましたので、今インスタの投稿頑張っているところですね。芸能人のエッセイをなかなか読むことがなかったので、日々小島さんの YouTube で癒されている私としては、その雰囲気の延長で楽しく読むことができました。天然エピソード、相方の騒動まで、ね、ゆると語られていましたね。まあ、ファンバックとしての側面が強いと思います。ファンの方はぜひ。さあ、私は一体これからどこへ出かけるでしょうか。もうかれこれ10年ぐらい使ってるんですけど、このラコステの大容量トートバッグ、また最近のお気に入りです。もちろん本も持っていきますよ。伊吹由紀さんの犬がいた季節、このカバー外すのご法度でしたね。ネタバレだわ。行ってきます。わあ、ギリギリ桜間に合ったかな。もう葉桜にもなっているけれど、綺麗ですね。キモい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 。こういうね、エモい映像を撮ろうと思ったんだけど、久しぶりにブランコ乗ったら酔いました。ただいー、マーベラス。私、髪を切ってトリートメントしてきました。え、違い分かんないって、あるあるだよね。でもね、結構気に入ってるからいいんです。今日は早めに夕飯を作ります。絶対これ野菜多すぎだよ。ベンのおしゃべりクッキング、なんとお得用50枚入りの餃子の皮を買ってしまったので、どどん、こんだけの種を今から包んでいきます。余ったのはね、もちろん冷凍しますので、これから作業だよ、作業。どう、これ上手にできたかな。もともと自炊はするんですけど、こういう自粛っぽい感じになってからもっとやるようになりましたね。美容院ではトリートメント待ってる時間にちょっと触りだけ本が読めました。もう触りのさ、この世界観に入るところ、その文体とか雰囲気に慣れるとこまでがちょっとパワーいるなって読書いつも思ってて、だからそういうのはこうお風呂でね、ちょっとだけ読んで、あ、ここからスムーズに進められるなっていう感じにして読んでる。最近ね、読了したのが加藤シゲアキさんのオルタネートね、すごい良かった。今もう本屋大賞ノミネート作は3冊目4冊目ちょいハイペースで読めやって感じだけど、全部読む気ならね。その中でね、あ、一番いいんじゃないかっていうぐらい。ピンクとグレーは読んだことあったけど、全然オルタネートの方が好きですね。高校生限定のマッチングアプリが題材になってるから、なんかそれによる弊害とかさ、現代の価値観えぐってくる感じで怖いのかなーなんて思ってたんだけど、なんかそういう感じじゃなかった。新しいアプリがありつつの非リアルすぎない青春群像劇、なんかこういうの読みたかったわ、ちょうどって。加藤さんは女性の心情書くのうまいなって思って、個人的なね、本当に意見なんですけど、あの男性の作家さんが女性の心情描くときに、どうしても理想が入ってしまったり、こうなかなか同じ女性が見るとね、ちょっとそうはならないよって思うこともあるんですよ。だけどね、加藤さんのはこうなかなか素直になれない感情、嫉妬しちゃう部分、それがね、コードとして現れちゃう部分っていうのが絶妙で、どうなんだろう、やっぱりアイドルとしてね、長年
その女性の目、女性の気持ちっていうのを見てきたからなのかな、わかんないけど。できたー。前回40個でもまあまあ食べられちゃったから、50個どうだと思ったけど、さすがに多い気がする。余った種は中華スープにします。一丁上がり。豚骨醤油ラーメンです。味付け卵も作っといたんですよ。頑張って作った餃子、横にあるのは柚子胡椒ですね。タレは酢胡椒派です。いただきます。餃子は試しに8個焼いてみたんですけど、小ぶりだったみたいで、1人でも10個、12個いけちゃう量でした。よかった。お風呂上がってからはアイスを食べながら読書の続き。今着ているのは昔作ったごきげんよう T シャツです。友達の加藤くんが今パリにいるんですけど、一緒にいる仲間からこのごきげんよう T シャツが人気らしくって送ることになりました。海外進出です。使っている初見台は以前に動画で紹介したラウンズさんのもので、この体勢、この読み方が一番楽。おはようございます。3月30日火曜日です。今日は出版社の方と新しい読書企画についてオンラインミーティングがあるので、その案をまとめています。でこの後いろいろ話したんだけど、まあんまかましくなかったかも。まあそういう時もありますよね。じゃじゃん、断捨離本たちです。ネットでも売れ残りましたので、これから古本屋さんに行ってきます。全37冊で1860円。そのお金でモスバーガー買っちゃいました。ギリ値上げ前でしたね。モス野菜バーガー、必ず鬼ポテを頼みますね。夕方の作業タイムです。読了したオルタネートの読書メモを作っています。本当殴り書きって感じなんですけど、結構登場人物が多かったので整理するために人物相関図、そして自分の思ったこと箇条書き程度ですね。でこの後に急激な眠気に襲われて、まだ夜の7時ぐらいだったんですけど、速攻シャワー浴びて寝落ち読書の体勢に入りました。読んでいるのは引き続き犬がいた季節。本に直接クリップしちゃう読書と結構重宝してます。これで早朝に起きればまあいいかな。いや嘘じゃん、まさかの2時間で起きた。しかも超絶お腹減ってる。この映像ね、いろいろカオスなんですけれども、ピンキチ T シャツは爆笑問題の太田さんが好きで真似してきていて、リピーター貼ってるのは軽い偏頭痛っぽかったので念のため。がっつり食べたかったので料理の仕込みをして、その待ち時間の間に本を読んでいます。読んでる側の眺めとしてはこんな感じ。できたできた、タンドリーチキンができた、ハロー。最近スパイスを買ったので、ターメリックライスとタンドリーチキン、奥にあるのはケールを炒めたやつですね。餃子の種とチンゲン菜のスープ残りと白菜の花のおひたし、珍しいでしょ。お母さんから有機野菜の定期便が送られてきて、その野菜をねこんな感じで使ってます。いただきます。ターメリックライスって炊き込んだ方が良かったのを知らなくて、後から炒めたんですけど、バターの香りとコンソメちょろっと入れたら美味しかった。でタンドリーチキンですよ。これずっと作りたいって思っていて、妥協できなかったからお腹ペコペコなのに2時間漬け込んだ。ちょっと塩の量が多かったからご飯と一緒に食べるとちょうど良かったです。でも外はパリパリ、中はジューシーで美味しかった。グリルで焼いたのが良かったね。おはようございます。
3月31日水曜日です。昨日は結局満腹になったらまた寝ることができました。おっと、松下幸之助、道を開くを読んでいます。この本に関するエッセイを書くことになり進めています。やっぱり書くことと話すことって全然違って、うまくとは言わないけれど気負わずに慣れていきたいなって思ってます。そうこうしてるうちで歯医者の時間が近づいてきて、なんかギリギリ寝てる間に噛み締める癖があるみたいで、緩和するためにマウスピースを作ってもらいました。帰り際にカフェご飯、2日連続ターメリックライスを食べる女。自家製レモネードって言われると絶対それ頼んじゃうんですけど、同じ人います？いただきます。素材の味を楽しめる系で女性に人気のタイプだと思います。ひよこ豆スパイシーカレー美味しかった。もっと量あってもいいこれはやばい家に帰ってきてポストに手紙が入ってたんですね。それが、じゃん、朝日新聞出版。いや、なんか最近お仕事したかなとか、憲法にしちゃう薄いしな。いや、そもそも直接住所届いてくれってなんだろうって思って、ペリペリめくったら、すごい！浅井亮さんのスター作家生活10周年記念プレゼント抽選で当たっちゃいました！うわはこの本です。結構分厚いんですけど、映画祭でグランプリを受賞した少年2人がその後の進路分かれるんですよね。片っぽは名監督に弟子入りして、もう昔だったら監督への一番固い道で、もう一人は YouTube のプロデューサーになるんですよ。その時点でさ、2人の価値観って全然違うじゃないですか。名監督に弟子入りした方はもうおじいちゃんからの影響で映画が好きになって、質のいいものに触れろと言われて、神は細部に宿ると。結構職人かたぎな考え方、通なクロートな考え方なんですよね。片っぽの方は感覚が冴えていてね、そのお家の環境も良かって思うものは自分で選べと、良いものは自分で選ぶんだっていう価値観を持ってるんですよ。そんな2人がね、まあ、それぞれの場所でそれぞれの交流を持って、さあどうなるかっていう話なんですけど、なんか結局のところね、この2人は相反するように見えて目指してるもの、抱えてるものが実は一緒だったりするんですよね。伏線もちょこちょこついてるんですけど、結構クリエイター論も入ってくるし、小説ではあるんですけど、もう浅井さんの現代評論っていう部分もあって、読み応えバッチリでした。でそこでこの帯を作家生活10周年記念プレゼントって言って、で買って読んで応募しました。この特製グッズとしか書かれてなかったから、そう、何が届くかなんて分からないし、そもそも届くなんて思わないじゃない。そしたら浅井が量で圧倒する新聞、まだ中身読んでないです。はい。で後ろがこんな感じで、直筆のもので、敬愛するさくらももこさんの神の力っ子新聞。あ、エッセイの中にあったの。私もさくらももこさん大好きなので、実際神の力っ子新聞読んだことはないんですけどね、それのオマージュとして書かれたものと。すごい。このプレゼント用に作ったものってことでしょ。このサプライズめちゃくちゃ嬉しいですね。これ白番で、今年の春にね、黒番が出るんですよ。もう迷ってたんだけど、読むじゃん、そうなったらさおはようございます。4月1日木曜日です。ティーンビーチムービーのサントラを聴きながらアイロンがけ。シャツワンピって楽なんですけど、洗濯した後アイロンかけるのが面倒だよね。でも家事の中では一番アイロンがけが好きかもしれない。ほら、このきちっと完成する感じが気持ちいい。なんかこの日もだるくて、エイプリルフールだけに嘘だろうとか思ったんですけど、思い切って読書日にしました。犬がいた季節は、高校で飼われている犬を通した平成の前半12年間を追っている風俗史でしたね。これ著者の伊吹さんの得意な時代だと思うんですよ。いろいろな出来事が起こるわけですが、誰かに偏りすぎず様々な事情を映していくところが特徴的だなって思いました。
そんなわけでご飯は Uber Eats で頼んじゃいました。あ、そう、これたまたま作っといてよかったって言ってもゼラチンで固めただけなんですけど、フルーツゼリー。おはようございます。4月2日金曜日です。あ、よろしくお願いします。ブブク一番と申します。ウェブマガジンのオンライン取材を受けました。だいたいね、いただく質問って似ているので、もう最近はスラスラって言えるようになってきました。次に読む本です。深緑の脇さんのこの本を盗む者は、もう3分の1ぐらいは進んでいまして、久しぶりにファンタジー色の強い作品を読みました。これは想像力が試される。正直好き嫌いは分かれると思います。私もね、ちょっと苦戦中なんですけど、最後まで読みたいと思います。今日の晩御飯は焼きうどん、なめこと里芋の味噌汁、にら玉でした。夜の作業タイムです。紹介しようと思ってる本はだいたいメモに起こします。記憶の残っている新しいうちにアウトプット。ということで、文学 YouTuber ベルの春休みリーディング Vlog をお送りしました。途中から何撮ったらいいのか分かんなくなっちゃって、とりあえずご飯を収めるっていうのも食事 Vlog みたいになってきちゃったんですけど、何かしらその本とのつながりの上でやってることが多かったから、充実度は高かったと思います。また Vlog も作っていきたいと思うので、こういうパターンのが見たいなんていうリクエストがありましたら、コメントどしどしお待ちしております。最後までのご視聴ありがとうございます。この動画が面白いな、参考になったなと思ってくださった方チャンネル登録そして高評価よろしくお願いします。コメントもいつもありがとうございます。それではごきげんよう。